おはようございます。おはようございます。もう今日が3日目の朝、最終日ですよ、はい。まあ、しかも今日はもうお昼には東京というところから離れなきゃいけないんで、うん、早いですよ、早い。午前中、しかもギリギリまでは動きますけど、うん、もうマックスです、それが。そうですね、はい。今日はかの有名なパワースポットに、はい、行きたいと思います。そうですね。まあ、なんかあの午前中に行かないとダメらしいんで、あ、まあ、ちょうど都合がいいんですけど、ちょっとね、心配だったけど、飲みすぎて起きれんじゃないかなと思ったんだけど、まあ、物の見事に2人ともとりあえず起きたんですけど、うん、僕に関しては2時間しか寝てません。そうですね、そういうとこもあるので。みなちゃん、どうですか？あのね、眠い。超クマできてる。やばいよ、本当に。いや、眠そうだもん。っていうところで、はい、ここはどこかというと、はい、かの有名な、はい、道玄坂でございます。はい、俺も初めて来ました。道玄坂も確かね、うん、なんかラジオかなんかのスタジオあったんですよ。本当？東京 FM で。なんかなんだかんだありそうだもんね。うん。結構ね、うん、やっぱ飲み屋街ですよ、うん。はい、とりあえずこれから渋谷の、駅に向かって、うん、今行って、うん、そこでちょっと手荷物をね、うん、ちょっと下ろし、ロッカーに入れ、うん、そこから向かおうかなと思ってますけど、ね、ではでは、また後で来るので、頑張って歩きます。はい、はい、ということで、はいはい、原宿着きました、はいはい。でこれから明治神宮行くんですけども、ここでゲスト合流しました。いや、1年以上ぶりくらいかな、やりました。そんなに経ちました？でも、あ、立ってると思うよ。そうか、うん、立ってると思う。ということで、はい、お呼びいたしましょう。はい、TK さんです。いや、お久しぶりです。金沢 TK 竹谷です。やっほい。今日はチェリーも連れてきました。いや、まさか2人とね、東京は原宿で再会するとは。まあ、昨日からね、言ってたんですけど、うん、なんかあのちょっとタイミング合わなくて、今日になっちゃいました。滑り込みで会いました、はい、ね、会えた会えた。はい、ちんちゃんはメスなのかな。メスです。おばあちゃんです。おばあちゃんです。おばあちゃんです。はい、ということで、はい、はい、ちょっと明治神宮の方、この後ね、うん、はい、楽しんでください。はい、はい、ありがとうございます。あ、そうとなってんで、バットさんにちょっといろんな情報をね。そうですね。はい、またあの来た際にはタイミングがあった、はい、ぜひぜひ、はい、はい、まーす、はい、もうその方にも行きますんで、はい。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ね、はい、というわけでね、移動してあの正面まで来ましたけど、うん、見てください、この自然ね。そんなに素晴らしい自然があるという。そうですね、はい、あ、ね、中入ったらね、錯覚する。あれ、ここ森かな。森に迷い込んじゃったかなっていう。あ、森ですよね、でもね。まあね、本当になんかすごい木の量。うん、あの北海道神宮も結構こうね、木が生えてて、うん、鳥があってたけど、うん、鳥居もちょっと大きめだと思うし、うんうん、まあ、奥にもね、すごい何個かあるんですよ、しかも、うんうん、プラス、あの樹齢が多分すごいあると思うので、うんうん、木も高いっていうか、うんうん、ね、背が高いかったり大きかったりするっていう、なんかすごい情緒のある場所なんで、うんうん、はい、ぜひぜひこの後行くの楽しみにしてください。はい、はい、では行きましょう。行きましょう。鳥居はですね、こう真ん中、うん、あの神様の通り道なので、うん、真ん中から入らない、うん、でどっちからでもいいんですけど、うん、入るときに、うん、この真ん中の道に対して、うん、反対側の足からこう入る。なんでかというと、こうこっちから入ってこうお尻抜けちゃう、うん、だからこう反対側の足から入るんですけど、軽くこう一礼して、うん、こう入るっていう。反対側の足でしょ。そう、あの真ん中に対して。ああ、そういうことか、うん、真ん中に対してこう向く感じ、まあ、こっちだったらこう、こっちか、うん、でもなんか、日本の、まあ、弓道とかだと、うん、サシン歌いっていうんですけど、
日本あの進む時は左から、うん、退く時は右からっていう、うん、まあ作法があるので僕は大体左から入ってますね。はい、まあちょっとやってみますね。よくできました。またね、これね、涼しいですわ。そう。あの、緑の子は、人工効果とか、この草の最近の子が、緑がとても涼しいんだね。いや、いい感じに涼しいですよ。うん。なかなか、まあ、こう適温な感じでね、うん、本当に。なんかそう、やっぱね、森林浴みたいな、ありますよね、うんうん、すごいいいと思う。で、清正の井戸はこっち側なんですけど、うん、まあ、もうちょっとね、行ってから左に曲がる感じなんですけど、うん、まあ、そういうのもすごい、あの奥の方にって歩いていく感じで、うん、途中に東屋あったりとかして、うん、まあね、そういうとこもちょっと撮りながら、これだったかな。あ、これじゃないです。横道は背の高さもね、すごいしょ、アーチみたくなってる、ね、うん、本当だ。でも、そうね、もうビルとかも見えないぐらい、うん、ちょっとこう、え、自然じゃんみたいな。森じゃん、普通にっていう。すごいんですよ。なんかね、あっちのもうちょっと先に、うん、なんか樽、酒樽をバーっていっぱい飾ってあるとか、とか、うん、そこね、橋のこういうデザインとかもね、うんうん、あ、東京らしいなっていう感じの出てる感じですね。お、酒樽すげえ。そうなんですが、こちらです。あ、こっち。ちょっとここから先はちょっと聞いてみて、撮影 OK だったら撮影していきたいと思います。はい、ではでは、とりあえずここで、はい、一旦ここで。では行ってみたいと思います。こちらね、ここから行ってみようかな、うん、うん、でこうわーってね、行くんですけど、うん、はい、あ、涼しい風、うん、写真も撮りながらちょっと行きましょうかね。なんか、うん、日本庭園って感じね。日に当たると暑いですね。うん。やっぱこの木陰がね、うん、ちょうどいい。亀さんがあそこで甲羅干しを、おー、ほんとだ。いや、やばいね、お天気から甲羅干しを作るなって、ね、亀さん、でかいですね。亀さん泳いでる。これ本堂さん見えんの。なんかこの木すごいですね。うん、そうそう。ではちょっとお邪魔します。あー、違うね。
それは無理。はい、どうもありがとうございます。はい、冷たい。なんか変な感じ。変な感じ。なんかね、まだ指先冷たいの。ああ。ということで、うん。に行ってまいりましたけども。うん。とりあえずは、また入り口に戻るので、一旦ここで、放送記録の放送違う、撮影を切って、あとは、お参りをしに行くのにまたビデオを回そうかなと思っております。ではでは、一回で左手は、はい、あ、花嫁さんさっきだってお祝いの儀をしてた。ではでは、これから中に入っていくので、ちょっと撮影はやめたいなと思います。はい。本堂の方をお参りして帰りたいと思います。はい。はい。はい、というわけで、ね、本堂をお参りしてきて、おみくじに行きました。はい。まず僕から、はい、ね、こう、どんな言葉でも、ね、素直に受け止めますけど、昨日良かったから今日良かったかな。一昨日か、一昨日は。お見心、人知れず思う心の良し悪しも照らし、わくらむ天気の神。難しい。これなんかあの大吉とかそういう感じじゃないですね。お言葉的な。誰にもわからないであろうと、この中で密かに思うことでも、天気の神々はちゃんとその善悪をご存知あるに違いありません。昔から一人慎むということがあるように、他人が見て、用がいまいは悪いことをしないのは、神様は神としていらっしゃいます。悪いことしちゃダメよと。はい、そうですね。今日の参拝記念に大切に保存しましょう。はい、明るく楽しく務めましょうということでね。はい、はい、これあげてます。おみくじというか、うん、お言葉をいただきました、ね。はい、ちょっと汗だけの感じがすごいんじゃ、汗がだらだらかくんじゃ、ね、やっぱりね、うん、この中入ったら涼しい、うん、ということで僕も、うん、ハマ様と色が違うんですね。あ、本当だ。これ黄色ですね。うん。いや、種類があるってこと？もしいや、同じじゃないですか。同じだよね。はい。はい。はい。人に、え？目に見えぬ神に向かいしては、ジザルは人の心の誠なりけり。ああ。で、裏に多分あれば、ね、普通では目に見えることのできない神様に向かって少しも恥ずかしくないという清らかな正しい心境というものは誠の心で、それは私たちにとって最も尊いものであります。真実であれば、いつも誠実であれば、誰に向かっても恥ずかしくない。
これほど地震に満ちた力強いものはありません。実社会にあって常に判断を誤らず正しく進んでいくためには誠の心が一番大切です。誠意って何かね誠意誠意って誠意ないのかね誠実に誠実に生きてますか。まっすぐ生きればいいんですということで、はい、いただきました。ちょっと江原さんに見えてきたスピリチュアル。すごいね、取材ハロファンアルフィン。というわけで帰ってきました。もうな、急に出てきた俺今いやなんか快適でしたね、帰りの飛行機。あね、寝てたね。そう、今回ね、あの飛行機が当たりだと思う。いや飛行機ねスムーズだった。本当に揺れる時めっちゃ揺れるから今日すごいうまかったと思う、ね、ということで、はい、2泊3日でね、はい、行ってきました。朝早くから出て向こう行っていろいろして、うん、2日目に傷跡を残してそう、ね、3日目、実は多分動画では分かってないと思いますけど、うん、すげえ飛行機ギリギリでした。あやばい、これはまだ行けるのかなと思ったけど全然余裕なかったんで、ね、あのね、あと5分でアウトだったからね本当に。それも変に引っかかるしね本当ねちょっと持ち込みのものでね、はい、なんか行きは仕方ないけどやっぱり東京厳しいんだね。まあ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 、うん、東京からが厳しい。そうですね、三脚で止められちゃいましたからね三脚とダーツの屋で、はい、引っかかりましたね、はい、まあでも無事に帰ってこれたんでね。そうですね、はい、まあ涼しい涼しい、天気はあんまり良くないけど涼しい、うん、過ごしやすい、ね、食べ物がみんな美味しそうに見える、うん、ね、ね、見て見て、東京では着てなかったやつそうね、着れるの、着れる着れる、全然ね、はい、涼しいんですわ。ちょうどね、後ろにはね、ロイズさんのね、チョコレートのモニュメントがあったりしてね。そうそうそう、ただいま北海道って、ね、まあ、今日で僕もね、重たい荷物とヒゲとさらばだマジ重いからな、それ。そう、なんかね、もう体力勝負でしたね、今回の時は。そうですね、そうそう、結構歩いた気がしますけど、これでも序六種ですか。そうね、まあ、多分序六種なんじゃないかな。あ、でもなんか今度はもう行くことがあったとしたら、まあ、リュック1個ぐらいで、そうですね、まあ、サクサクと、うんうんうん、いろんなとこ行って楽しめるんじゃないかなと、はい、時間的制約がなければ多分ね、まあ、うん、回れると思うんですけど、はい、ということで今日の今日までの約3日、東京、うん、ドルドル TV 遠征、はい、これにて終了終了、うん、お疲れ様でした、うん、じゃあ家に帰るまでがね、遠足ですから。そうですね、あの無事に僕は車で帰ろうと思います。そう、ちょっとなんか2人帰り別々の用事ができちゃったんでしょうね。はい、別々になっちゃいますけど、うん、ここでね、はい、出すと僕はもうちょっとソフトクリーム食べながらね、帰ろうかと。俺もソフトクリーム食べたいんだけど、ね、別に普通にお腹も食べてたんだよねあとはもう次の飯までの俺ちょっと食いつなぎでちょっとあいつぐらい食っとかな、うん、ということで、ではでは皆様、見ていただいてありがとうございました。ありがとうございました。はい、まあまあ編集してね、これ最後に見てる。うん、はい、いろいろあったんでね、なんかその内容はまあツイッターやら何やら見てください。そうですね、はい、うん、ということで、ドル旅終了。よっ、お疲れ様でした。それでは、あー、ごめんなさい、はい、それでは下け。ただいま札幌最高ですね。うまいっすわ、ほんと何食ってもうまい、やっぱり北海道は忘れない、最高です。うん、あ、うん、あ、ちょっとただいま北海道、美味しい焼肉とそばが食いたい。あ、いいっすね、うん、なんか食べましょう、はい、じゃあね。